東京都立府中西高等学校は東京都府中市西新町4丁目にある都立高等学校である。中堅の都立高校。生徒の間では、成功、不日との通称がよく使われる。教育方針は人間愛、自由、責任。近年は4年生大学への進学者が増えており、半数以上の生徒が大学へ進学する。そのため、 外部模試や長期休業中の講習なども積極的に導入している。盛んな部活動の中でも合唱部が都内では有名である。女子バレーボール部、女子ハンドボール部、男子ハンドボール部、女子バスケットボール部が関東大会に出場。他にラグビー部が大学、社会人ラグビーで活躍する OB を多数輩出し、都大会10人制でも毎年優勝を果たしている。 公式野球部が2006年度第88回全国高校野球選手権大会西東京大会でベスト16合唱部の競合として知られており全国大会にも数多く入賞している NHK 全国学校音楽コンクールは全国大会や関東甲信越大会出場の常連2019年7月には NHK の沼にハマって聞いてみたに 合唱部が出演するなど、マスメディアとのコラボ企画の参加も多い。第53回大会、第60回大会同省第58回大会、第59回大会、第61回大会現象第73回大会では、都立高校勢として9年ぶりに、全国大会へと駒を進めた。このほか全日本合唱コンクールにおいても、何回も、 全国大会への進出を果たしている。ありがとうございます。